スケートボードを始めた多くの人にとっての憧れは、板と一緒にジャンプするオーリーという技でしょう。ただ、この技は初心者にとってはハードルが高く、最初からつまずいてやめてしまう人も珍しくありません。大切なのは、最初から高くて安定したオーリーをしようとせず、細かいステップを踏んで練習することです。ここでは、効率的に、そして楽しくオーリーを習得するための具体的ステップをご紹介します。オーリーに挑戦する上での最初の壁はスタンスに慣れることです。前足はビスの手前、後ろ足はつま先をテールに合わせて置くのがオーリーのスタンスですが、板に乗ることに慣れていないとこの状態でバランスを保つことさえ難しいでしょう。スタンスを保ったまま安定した動作ができるようになるために、スケートボードの超基本となる乗り降り、プッシュ、そしてチックタックまでは必ず習得しておきましょう。チックタックはノーズを左右に振って止まった状態から足を地面につけずに前進する技です。習得には1日から3日ほどかかりますが、板に乗ることがだいぶ楽になり、オーリーのスタンスの安定にも直結します。チックタックに慣れ、オーリーのスタンスが安定したら、いよいよ本番です。まずはテールを地面に当てる動作から始めましょう。止まった状態でオーリーのスタンスを作ります。後ろ足のつま先がテールからはみ出していないか確認しましょう。板が左右に傾かず地面と平行であることも重要です。重心が後ろにずれて腰が引けないよう、前足に体重を残しながら後ろ足で少し強くテールを踏んでみましょう。テールが地面をパチッと弾き、バランスを保ったまま板の上にいられたら成功です。続けてできるようになるまで繰り返し練習しましょう。このステップではまだ板が浮かんでいる感覚は得られませんが、うまくいくとほんの少し浮かび、前足で擦り上げるというオーリーの基本動作もできてきます。テールを地面に当てることに慣れてきたら、次は自分自身軽くジャンプしながらテールを弾いてみましょう。片足跳びで後ろ足に一番体重がかかる瞬間に合わせてテールを踏みます。うまくいくとパチッとテールが地面を弾き、ジャンプする力と重なって少し板が浮きます。ここで意識するのは、ジャンプの動作につられて重心が後ろに傾かないこと、体の位置と向きを変えないようにすることです。頭の位置を固定したまま真上にジャンプしテールを弾きましょう。テールが下がったままでいいので、安定した着地ができるようになるまで繰り返し練習しましょう。次はいよいよ滑りながらオーリーしてみましょう。走行中は重心が後ろに傾きやすいので、少し前に飛ぶように意識しながら練習すると良いでしょう。また自分の走行しているラインをしっかり意識すると、途中で体の向きが変わりにくくなり、まっすぐなオーリーにつながるでしょう。最初はテールを軽く地面に当てるだけ。慣れてきたらスピードを上げ、ジャンプしながらやってみましょう。この時点ではまだ高さを出したり空中で板を平行にする必要はありません。空中で板を平行にする高いオーリーを習得するには、物乞いの練習が欠かせません。専用の動画を参考に、最初は数センチの低いもの、次は30センチのセットコーン、最終的に50から60センチを目標に練習してください。初めて板に乗ってからここまで来るのに半年から数ヶ月は必要ですが、少しでも板が浮くようになると、スケートボードはとても楽しいものになります。楽しみながら自分のペースで上達していってください。